やったでした。この夏、医学部進学を目指す高校生が順天堂大学医学部附属順天堂医院の手術室に入りました。ちゃんと1階で緊張した様子の高校生、その視線の先で手術をするのは順天堂大学心臓血管外科の天野敦教授です。天野教授は2012年の天皇陛下への冠動脈バイパス手術を執刀した名医として知られています。年間およそ400件の心臓手術を行い、その丁寧さや仕上がりの完璧さは世界最高レベルと言われています。カメラが入ったのは順天堂大学が実施している高校生を対象とした早期医療体験プログラムです。今年は読売教育ネットワークの参加校から高校2年生の男女9人が参加しました。早期医療体験プログラムとは、医師を志す高校生を対象に将来医療に携わることへの覚悟を確認してもらうことを目的としてスタートしたものです。患者や家族の同意を得て3日間にわたって成人や乳幼児の心臓手術を見学します。高校生になって、成績も考慮しながら将来の医学部進学っていうことを具体化してくると、おそらくそのだんだん、その何のために医学部に行くのかということの、自問自答だったりとか、あとはその具体的な将来像というものが見えること見えないことがはっきり分かれてくると思うんですよね。そういった人たちがより明確に自分の方向性を打ち出せる、あとはそういう体験を持つ彼らに与えてあげる、提供してあげるということが一つの目的です。それともう一点は、大掛かりな医療というのはどういうふうに行われているか、人だったり物だったり、あとは時間のかけ方だったり、あとそれに伴って患者さんがどのぐらい厳しい状況になって、それからそこからどうやって回復していくかということを短時間に見せられるっていうのが、我々心臓外科の、ものすごく他の診療科に比べて際立った特徴なわけですね。それを知ってほしいと。今回密着したのは東京都立西高校の半田のどかさんと愛知県にある海洋中等教育学校の西野太一さん。2歳か3歳の頃にその玄関の石畳、玄関が石畳で、それで母親が抱いてたんですけど、僕が割とその落ちちゃって、で石畳だったんで、その頭の皮膚がパカって割れたらしくて、でそれで、その時はたまたまその父がその石だったんで、その塗ってそのすぐに治すことができたんですけど、人を早期に治して術後の障害をなるべくない状態でその治すことがどれだけ素晴らしいかっていうのはそのまま感じて、でそれで医師になろうっていうふうに思いました。去年の夏に子ども医療病院の見学に参加して、難病に立ち向かう子どもをと子どもを支える医師の方々を見て、すごくかっこよくて、私もその子どもたちを笑顔にできるような医師になりたいと強く思うようになりました。生きてるこの体の中を見るわけですから、自分が調子悪くなったらどうしようとかって少し不安ではあるんですけれども、でも普通に生活してたら絶対見ることのない、すごく貴重な機会だとは思っているので、すごく不安ではあるんですけれども楽しみ。プログラム初日、2人はまずその日に行われる手術について話し合うカンファレンスに参加しました。カンファレンスでは
手術の方式の確認やその妥当性、手術中に起こりうる危険性などについて専門の医師たちが話し合い情報を共有します。心臓4つの部屋があって、右心房っていう体に血液が返ってくるお部屋と、医師たちは高校生の2人にも分かりやすいように模型を使って説明してくれました。カンファレンスが終わり、いざ手術室へ向かいます。じゃあ入ります。挨拶してね、はい、おはようございます。お願いします。おはようございます。通るときもなるべく離れて通るし、先生とかの後ろに立ってきたりすることがあるんですけど、その時にも、気をつけて。この日手術を受けるのは46歳の男性。心臓の左心房と左心室の間にある僧帽弁という弁で血液の逆流が見られる患者です。この僧帽弁に人工の弁リングを取り付けます。出さなきゃいけない原稿いつかってさ、心臓ですか。天野教授が手術室に入りました。手術室の空気が一気に変わります。手術が始まり、2人はこの手術で使用する人工心肺についての説明を受けます。心臓が止まっていると、じゃあ体の全身に酸素化された血液ってことが言えるんですか。人工心肺は文字通り心臓と肺の機能を人工的に再現する医療機器です。人工心肺で全身に血液を送り、その間に心臓を止めて手術を行います。天野教授は閉鎖不全を起こしている僧帽弁に取り付ける弁リングに糸を通し始めました。それで僧帽弁の弁リングに弁の周りに、ね、糸をかけておいて、で、ある人工の弁リングっていうのをそこに固定する。そうすると弁リングがカチッとなって僧帽弁の周りにかけた糸を弁リングに通していきます。多くの糸がかけられた弁リングを素早く結んでいきます。手術台から50センチの範囲は清潔域と呼ばれ、手術を執刀する医師や器具などを手渡す看護師しか入ることができません。2人はギリギリまで近寄り手術を見せてもらいました。手術直後、天野教授が今回の手術について話してくれました。ああいう人工弁人が心臓とかで定着するまで2ヶ月から3ヶ月かかる。人間の体っていうのは適合するってことができるから、適応とか順応とかそういう言葉です。それを今日やったことをそれぞれできているかどうかを確かめながら、この人は回復していく。手術後、若手医師の中西圭介先生が日頃の努力を2人に話してくれました。もう縫う練習だったりとか、血圧の練習とか、っていうのはそうやってます。専門の機械がある？専門の機械とかじゃないよ、もう本当に今もあるけど、こうやってさ、こうやってもう縫ってやるで、ひたすらフォンターン手術で使う人工血管だよ、これ。これ手術するときにさ、結構長いんだよ、これぐらい。で、手術使うのこれぐらいだったりするから、余るんだよね。でも、こうやって練習してます。練習しないで手術入られたら嫌でしょ。自分の息子は手術されるのに、ね、練習してない医者に手術されたくないでしょ。こうした普段は表に出ない医師たちの思いを知ることも、このプロジェクトの狙いです。プログラムはまだ続きます。2日目には心臓から全身に血液を送る大動脈の弁がうまく機能していない80代の男性の手術を見学しました。この白いのが全部石灰ですね、はい、高齢者に対する手術を積極的に行うのも順天堂医院の特徴です。
5時間を超える手術の後、天野教授はハードな日常について話してくれました。ここで弁当を食べて8時ごろ寝て12時半からモコモコ起き出してシャワー浴びてさ、で院長室行って、なんか書類あるかなと思って見たのあったから、時計見たらもう4時だったから、やっぱ寝ないとやばいなと思って4時間寝たんで、で7時15分に目覚めて、で8時から会議出て、で脳手術されて、43からもうずっとそんな生活だよ。天野教授は1週間のうち5日は家に帰らないそうです。そんな日常を聞き、半田さんは純粋な疑問を天野教授にぶつけました。やりがいを感じるときってどういうときですか？この職業を選んでよかったなって思う。それは患者が元気になったときだよ、うん、専門医の試験で勉強したり、その結果がさ、試験に合格したからじゃなくて、患者にちゃんと手術ができたときには、あ、勉強したことがちゃんと報われたと思う。医師になるための努力は、手術をし患者の命を救うことで報われると天野教授は言います。将来医師を目指す2人にこんなことを語ってくれました。夢とか目標に向かって、君は死ぬことがさ、それから家族にの絆を深めたりとか、その家族に、希望を持てるとか、そういうことにつながるわけじゃん。今まで世話になった人たちにちょっと恩返しができるわけです。これすごく大事なんだよ、このことは。で、医学部入ってさ、で国家試験に合格するまでの過程の中の6年間はさ、今度は国民の税金の一部を、君らどんな資格に入ろうと、使うわけだから、そしたら医者になったらやんなきゃいけないことは分かるじゃん。親に恩返しすることと、自分が出会う患者にちゃんと恩返しすること。患者に対して治療してやるとかじゃなくて、患者に対して何か、するってことはさ、そういうチャンスをもらって恩返しをするってことだから、それをずっと忘れちゃいけないんだよ。ハードな日常を送る天野教授が胸に秘めているのは、家族や患者に対する感謝の気持ちでした。プログラム最終日、2人は生後間もない乳幼児の手術にも立ち会いました。薬の投与量がすごい少なくて、はい、少ない量だけどすごい効いちゃったりとかするから。小さな小さな赤ちゃんの心臓は、大人の握り拳の3分の1ほどの大きさしかありません。2人はそれでも頑張って生きようとしている小さな命と、その命を助けようと懸命に努力する医師の姿を目に焼き付けます。最終日、2人は初日に僧帽弁の手術をした患者から直接話を聞くことができました。体の調子はどうですか？そうですね、昨日は立ち上がると血圧が下がっちゃうような感じで、歩き出すともうすぐ帰ってこなくちゃいけなかったんですけど、今日はナースステーションも一人で行けましたし、もうだいぶ良くなってます。その辺は、天野先生に、出頭してもらえればという気持ちで、それはもう本当にもう安心感はものすごいありました。いろんな専門の人がいる中で円滑に手術が行われるには、やっぱりコミュニケーションが不可欠なんだっていうことが改めて感じられました。弁輪形成の手術を行ったその山田さんのところに行って、でそれでその本当に安心しきったというか、その手術をここで受けてよかったみたいな、そういうコメントがそのお聞きした時は、本当にその医者っていうのはそのすごいなっていう、やっぱり僕もやっぱりこんな人になりたいなっていうふうに思いました。今の私たちがいるのは、いろんな人の、協力とか、いろんな人にお世話になっているからだっていう、その感謝の気持ちを忘れないでこれから生活していくっていう、これからはもっとそういう気持ちを持った上で自分の理想の意思像に近づいていったりとかしていこうと思いましたし、患者さんの生活をより良くしたいっていう信念のもとで、一生懸命毎日
患者さんに接したり手術をしたりしている医師が本当にたくさんいるんだっていうことを知って、私もあのような先生方医師のようになりたいなっていう気持ちがより一層強くなりました。痛いとか苦しいとか、うん、そういうそのふうに訴えてる人を見過ごさない、うん、手を差し伸べるなり言葉をかけるなりしてその苦痛を取り除く、あとはその具体的に治すというところまで持っていく、そういう精神を持っている必要があると思います。自分が一番向いてるんだと、自分は絶対なるべき人間なんだというふうに思い続けることがまずはスタート。勉強はその次、やっぱ医者になって患者を助けるんだっていうふうに強く思った人、自分がその自分の身を張って患者のために貢献するんだと思った人の中からいい医者が出るんだと思います。